はい、札幌の雨は小康状態なんですけども、今夜寝ている間も大雨。そしてちょっと風の音で目が覚めるという方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね。明日も引き続き大雨や暴風に警戒が必要です。はじめに今出ている警報から見ていきたいと思います。日本海側の地域を中心に暴風警報が出ています。そして、南幌町と岩沼町に大雨と洪水の警報です。次の地域を見ていきます。 先ほど室蘭と上り別に暴風警報が出ましたそしてサルフツ村には大雨警報と洪水警報が出ています明日にかけて警戒を続けるようにしてくださいでは続いて雨と風のピークについて見ていきたいと思いますはじめに雨のピークからです札幌ですとか南西部そして東部では明日の夕方頃まで北部では明日のお昼頃まで警戒してくださいこの図に風のピークを重ねていきます 札幌や南西部では明日の夜まで警戒をしてくださいそして北部と東部では明日の夕方頃まで警戒が必要ですでは続いて天気のポイントを見ていきたいと思います今日から明日にかけて空並びを見ていきますこちらです大雨と暴風に引き続き警戒をしてください土砂災害、河川の増水や氾濫、そして低い土地の浸水に警戒が必要ですではこの後の雨と風の見通しです この後午後7時の雨雲と風の予想です。では時間を進めていきます。今夜は日本海側を中心に雨が降りそうです。そして明日になりますと未明には東欧、そして明け方には日高地方に活発な雨雲がかかります。明日は風も強くなりますので、おほうつく海側、それから 南西部ですね、えー、風が強まってきそうです瞬間的に35メートルの風が予想されています雨雲は傘よりもレインコートの方が良さそうですねでは降る雨の量を見ていきましょうもう今日も冠水などの被害が出ている中で心配ですね、はい、さらに増えることになりますね今日午後6時から明日午後6時までの予想降水量です 道東方面、オホーツク海側に赤い表示、そしてシリベ志地方にも赤の表示見られますが、100ミリから150ミリ、そしてその周辺のオレンジ色が50ミリから100ミリとなっています。ににかけてさらに降水量増えそうです。 では札幌の明日の詳しい予報を見ていきましょう今雨は止んでいますが明日朝はまた雨の中の通勤通学になりそうですねはい。明日の札幌県1日を通して断続的に雨が降るでしょう午後を中心に雨足が強まりそうです明日のお昼頃からは北寄りの風で空気が冷たく感じられそうですでは他の地域も時間ごとに見ていきましょう南西部からです室蘭や江差市では風が強く横殴りの雨になりそうです で傘では濡れると思いますし、それから危ないので雨具はレインコート、そして靴は長靴が良さそうです。各地で明日も雨が降り続くでしょう。続いて北部です。ルモイやバッカ内でも雨に加えて風が強くなりそうです。宗谷地方では雷を伴ってバケツをひっくり返したような雨が降ることもありそうです。ワイパーも効かないくらいの雨になりそうですね。急な激しい雷雨で道路が冠水する恐れもあります。車の運転、注意が必要です。 続いて東部の予報です。土砂災害のあった日高地方、浦川の周辺ではお昼過ぎまで横殴りの雨になりそうです。すでに地盤が緩んでいるところもありますので、引き続き土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒をしてください。おほうつく海側では明日の朝は一旦雨が収まりそうなんですが、お昼頃から再び降り始めそうです。では明日の気温見ていきましょう。 そろそろ雨に濡れると冷える時期にもなっていきそうですねそうですね明日の日中は今日と同じかやや低めで平年並みから10月中旬並みの予想になっています各地16度から17度のところが多くなるでしょう札幌は今日と同じくらいの17度の予想ですそして明日朝の最低気温今朝よりも高くなるところが多く広い範囲で13度前後になりそうです さあそして風も強くなって船舶関係の皆さん波にもこれ影響が出てきそうですねはい明日の波ご覧いただきたいと思うんですが広い範囲で5メートルから6メートルのしけの予想になっていますそしてシルベシですとか日山の海域では7メートルの大しけの予想高潮による浸水にも気をつけてください海には近づかないようにしてください。 さあそして今週末からまた3連休にも入るんですけど、まあ、今回の雨で少し影響なども出てきそうですよねはいではこの先の天気週間予報で見ていきたいと思いますまず警報級の大雨や暴風の恐れのある地域に黄色い枠がついています明日も引き続き各地で大雨と暴風に警戒が必要ですそして高波にも警戒するようにしてください あさって土曜日ですが日本海側の地域を中心に。 お昼前後までは雨の残るところがあるでしょう札幌では雨マーク岩見沢曇りマークになっていますが雨が降る時間帯があるかもしれませんそして土曜日の最高気温16度前後の予想です札幌でも16度の予想になっていますが、うん、札幌では今シーズン一番低い最高気温になりそうです雨に濡れるとより寒く感じるかもしれませんねそうですね日曜日は天気が回復して各地で晴れ間が戻るでしょう続いて北部と東部です 明日金曜日、東北やオホーツク海側を中心に大雨、暴風、高波に警戒してください。明後日土曜日もオホーツク海側や内陸を中心に雨が残りそうです。日曜日には天気が回復して、月曜日にかけて各地で晴れ間がありそうです。朝は一桁の気温多くなりますので、体調管理に気をつけてください。さあ今回風も強くなって、そして波も高くなっていきますの、ね、で、海沿い車で走る時もくれぐれもお気をつけください。